女優の石原さとみが主演するテレビ朝日系ドラマ、デスティニー、火曜午後9時、んの第5話が7日、放送された。ドラマの終盤で、牧、亀梨和也、が父、孝一郎、中村徹、が住む実家に放火したことを告白。衝撃的な展開に、X、旧ツイッター、では驚きと疑問のコメントが相次いだ。以下、ネタバレを含みます。ケンジの僧、石原さとみは、父、英介、佐々木蔵之介の事件の真相を突き止めようと奔走。そして、父が残したボイスレコーダー、音声記録装置を発見。それには、英介の声で、事件の真相が記録されていた。一方、そのレコーダーの内容を聞いた牧は、父、孝一郎が住む実家に向かう。その後、実家は火事になり、現場近くにいた牧は放火したことを認めるのだった。この展開に X では、牧が本当に放火したのかや、犯行の理由などについて考察するコメントが多く見られた。どういうこと？何のための放火？全部自分のせいにして死んでいこうとしてる。本当に放火したのは牧。本当だとしたら何を隠すため？嘘だとしたら誰を覆うため？手ぶらっぽくて、火をつける道具とか持ってなさそうだけど、どうやって火をつけた？なぜ放火する必要があったのか、牧どうせ俺死ぬし俺の正義を貫く。とか思ってんのかね、といったコメントが相次ぎ、盛り上がっている。